さて、信じられないことが起こりましたからご紹介します。愛子様と紀子様のご関係に関するお話ですね。私的には紀子様は大きな勘違いをされてるのかなと思っております。まずはこちらの動画を見ていただきたいんです。これは結構有名な象徴的なシーンなんですね。これは一般参加なんですけども、明らかに愛子様の顔が引きつられてるんです。で、紀子様がこういうふうに挨拶されて、なんかちょっと愛子様が戸惑われてるというか凍りついておられるように見えるんですよね。はい。まあそんな風なですね、話はですね、結構有名じゃないですか。で、その後にやっぱり紀子様通り去った時なんですね。はい。なんかちょっとお顔がですね、引きつられてるんじゃないのかな。これはなんかあったのかなって、ネット上ではよく言われてるわけですね。例えばなんか言われたのかな。あくまで推測に過ぎないんですけども、しなおかつ愛子内親王殿下が学習院で壮絶ないじめに遭われた時があるんですよね。その黒幕としてまたいじめの中心と推察される暴れる A 少年、それから言葉のいじめの B 少年の存在も報道されたと。この B 少年は学習院大学の元教員の孫であって、学校側が観光料を敷いたとも言われて、学習院側の不備を指摘されている。さらに B 少年の祖父は文人親王妃紀子の実家である川島家と親しい間柄である。よって愛子内親王への一連のいじめには文人親王妃紀子の関与を指摘する声が根強くある。この話も非常に有名ですけども、学習院の院長が見てこの元婚約者じゃないのかと僕は思ってますけども、自由時報とかでもそんな話は出てるんですよ。台湾の四大紙報道してるんですね。外国っていうのはやっぱり忖度しないですから、ストレートに報道するんですね。だから僕は結構嫌がらせをしてるのかなって思うんですよ。紀子のターゲットになりうるのは愛子様と雅子様ですよね。見てこと仲が良かったのは範宮様とか紀子様なんですよね。雅子様がハーミゴリされたり、愛子様も見てこからは愛されてなかった。そんな話ですよね。上皇様も愛子に会いたいとか、全然会う機会がないからみたいなことを言われてました。それも上皇后一心じゃないのかなと。上皇は上皇后のですね、言いなりですから、かなり嫌がらせを働いてるのかなと思いますし、それはコンプレックスとか嫉妬とか憎しみ、逆恨みの裏返しかなって思われてるじゃないですか。だからこそ、悠仁を東大に入れようとしたり、これはもう、雅子様と愛子様の優秀さ、完璧さとかスポーツ万能とかね、恨んでるわけですよね。だから挙げ気で頑張ってるわけですけど、ハードルが高すぎますけどね。やっぱり愛子様と雅子様本当に別格です。その方々と争わないといけないですから、あんなすごい盛り方になるんだろうなと。悠仁くんが3メートルを超える信号機を作ったりとか、小学校で稲の研究をしてました、水田を作りましたとか、水田25平米あるんですよ。そんな水田作れるわけないでしょ。誰かが作ったんでしょ。ね、中学校で稲の交配実験をしてました。嘘つくなよ。そうせざるを得なかったんだろうなと。秋篠宮家って何もないじゃないですか。久しくも能力がないと思うんです。本来はね。小3で算数も怪しかった。だって信号機の横に書かれてた紙に左折右折何秒とか書いてあるわけですが、その合計がね、間違えてるんですよ。小学校の算数も怪しい。自分の字さえ書けない。小5で。相当学力がないのかなと。バレてますし、それでものすごい振動化してる。この差分が我々にね、笑いをですね、提供してくれるんじゃないのかなと。13歳であの盆栽作りました。10年盆栽やってます。3歳で盆栽してるんですかと。そんなわけないでしょ。そんな勘違いされている紀子様がね、信じられないことが起こったわけです。びっくりしました。そんなバカなって。しかも速報で出してるわけです。これはちょっと作為的なものを感じますね。FNN プライムオンラインが。愛子様が紀子様に誕生日のお祝い、挨拶へと。いやいや、おかしいでしょ。紀子が来いよと。だって、真意がおかしいですもん、これ。範囲としては、3番目に愛子様来られるんですよ。それが正しい、皇族の序列なんです。この順番が正しいわけです。雅子様、美智子様、愛子様、文人、紀子なんですね。だから、この序列を考えた紀子が愛子様に行くべきなんですよ。しかし、なぜか愛子様が行かれてるんですね。
これ僕は生かされてるんじゃないのかと思ってますけど、見てこう聞こうがどっちか多分ね、しネット上もそういう意見が多いですけども、仮に愛子様がですね、自ら恋人になると言われたとしても、キコは断らないといけないですよ。真意がね、キコの方が下なんですから、あなたただの親王妃ですよね。まさか皇太子妃って思ってるんじゃないんですか。僕はキコ様は皇太子妃と勘違いされていると思います。これはもうなんか作為的なものを非常に感じます。おかしいんですよ。だってキコは両陛下と上皇ご夫妻のお住まいに足を運んでるんですね。後で。両陛下のところに愛子様いらっしゃるじゃないですか。別に愛子様来られる必要はないんですよ。これは要請をされたのか、じゃないとおかしいですよね。11時午前10時前、淡いピンク色の装いに帽子姿の愛子様に、赤坂御用地に到着して報道陣に笑顔で会釈して英宮邸に向かわれた。皇嗣妃である紀子様の誕生日には各皇族方が訪れと。各皇族方って誰ですか？これ名前がないのが非常に怪しいですね。これ炎上してこういう情報出してきたんじゃないのかな。時系列なんですよね。お祝いの挨拶をされる慣例があって、平成の頃には当時の乗り物宮様も、皇太子ご夫妻だった両陛下の誕生日はお住まいの東宮御所を挨拶のため訪問されていた。こうした挨拶は、あれなか以降行われず、一昨年成年を迎えた愛子様が誕生日の挨拶に出かけられるのは今回初めてと。はい。皇室事情初めての間違いなんじゃないですか。成年皇族としておばにあたる紀子様にお祝いの気持ちを伝えられたという。この後、紀子様は両陛下上皇ご夫妻のお住まいに足を運んで誕生日の挨拶されることになっている。ヤフコメは荒れております。それはそうです。序列がおかしいんです。愛子様の方が上なんですから。なぜ挨拶をさせるんですか？それはおかしいでしょ？この時間差でしたら、年の宮愛子内親王殿下がわざわざ出向く必要があったんでしょうか？もし年の宮様が挨拶出向きたいとおっしゃったとしても、とんでもないことですよ。定常にお答えすることができたのでは。ただ、年の宮愛子内親王殿下の素敵なお姿を見られることは大変良かったです。無事に皇居にお戻りになったのか、帰りの映像が欲しかったです。というわけですね。汚れなきプリンセスが積極的に行くところではないと思います。30分もの間、何を言われたんでしょう？そう、年の宮愛子内親王殿下、なんと30分も秋篠宮邸にいたと。僕も心配です。あの引きつられた感じの映像を見たらすごく心配じゃないですか。国民としては心配です。しかし年の宮様はご聡明ですから、うまく受け流してくださると思いますと。これを見たら紀子様の方が位としては上なのかなって勘違いする人もいますよね。それを狙ってるんじゃないですか、裏テーマとしたら。皇室に興味がない人もいるわけで、これは紀子様の方が上なのかなみたいに思うんじゃないですか。このコメントあるわけですは、なんでわざわざ年の宮内親王殿下があの人の誕生日ごときで出向けなあかんのと。はい、序列としてもおかしいですか、これは。それにしても淡いピンクはとてもお似合いです。こういったご意思をご自分で選ばれるのだろうかと。仲のいいご一家のことですから、皇后陛下といろいろ相談されてるのかもしれませんね。想像するだけでなんだか癒される不思議と。速報で流してる点がすごいいやらしいなと。まあこれはちょっと深読みしますけども、キコは皇太子妃に向けて動き出してるのかなと。キコはただの親王妃なんですね。しかしながら称号を表す皇嗣妃っていうニックネームがついてるわけです。これは皇嗣典範の皇嗣でもないですし、皇太子もありません。それも間違いなくありません。そのニックネームに対して摂政待遇をつけて3倍を取ってるのが秋篠宮であって、皇嗣詐欺というものだと思います。ありえないです。紀子が皇太子妃というのに勘違い、錯覚させようとしてると思うんですけど、だから立皇嗣の礼をやったんですよね。あんなもんは意味ないですよ。秩父宮はやってないですよね。それを植え付けようとしてるんじゃないのかなと。なおかつ、クラウンプリンセスは皇太子妃の意味ですから、訳がおかしいんです。これ意図的なんじゃないんですか？こういう風に勘違いさせるんです。だから、海外の報道はクラウンプリンセス、皇太子妃、紀子とか呼ばれてるわけなんですね。それを、悪心は、クラウンプリンセスで呼ばれてますよって言って喜んでるんですね。アホですね。はい。まさに詐欺でやると。これ生前体を元にしてるんですよ。そもそも生前体っていうものは常設化を狙ってたのが上皇と上皇后なんですね。安倍政権に申し立ててたんですけども、断られたわけですよ。端的に言うならば。その代わりとして皇嗣を作らせたんですね。どっちも最終目標があるわけですよ。それは当然ながら秋篠宮に皇統を移すことですよ。一代限りになってますけど、残念ながら菅さんは常設化を示唆してます。しかも女性宮家も示唆してますよね。女性宮家は多分内親王家につながると、紀子の狙いはそうだと思いますけどね。だから悠仁の万全たる体制を作るためにやられてると思いますけども、現天皇陛下を
静電体させてアクション味や構造が映る可能になりますから、安定的に秋篠宮に口頭を移すっていうのがこれ静電体になるわけですね。だから孔子っていう認知証拠をわざわざ法律を変えてでも設けた。孔子は皇太子ではないですから統合書がついてないわけですよね。明らかですよ。だからこれは作為的なものを感じざるを得ないなと、そういうふうに愛子様に促したのは一体誰なのかな。まあ、どうせ見ていくと聞こうですよね、多分。一方で、安倍官邸は NHK に情報をリークしたのは秋篠宮だと。そう。生前体の裏側にいたのは秋篠宮なんですね。一等引いてるわけですよ。NHK に出したわけです。で、上皇のお言葉で生前体が実現した。ただ、上皇のお言葉が国会を動かしてるわけです。憲法4条違反ですよね。はい。国政に天皇は関与する機能を有しないですよ。それ憲法4条違反です。明らかに動かしてますよね。だから特例法という形でごまかしたんですよ。ね、孔子という偽インチキニックネームを用意して立皇嗣の例をやらして秋篠宮家を偽皇太子風に仕上げたのが現上皇上皇后だし、それを望んでいたのが秋篠宮であると思うんですね。はい。結構は、まあ、立皇嗣の例までやった内外に鮮明するものですからね。暫定皇位継承順1位を意味ないわけです。暫定ですが。はい。秋篠宮も皇太子ですよって思われなければいけないわけです。その一環としてこんなことをやってるんじゃないのかなと思います。わざわざそこで流してるのは、やっぱり紀子がね、私は皇太子であると。つまり、私が次期国母ですよと、皇策をしでかしてきてるんじゃないのかなと思ったわけですね。はい。ちょっとやめていただきたいなと。あなた暫定、ね、皇子典範が改正されたら、あなたはただのおばさん。以上です。それでは皆様、ご一緒に近いお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。